特務艦時代の綾波綾波は綾波型護衛艦の一番艦。艦名は重なり合って寄せる波から由来し、この名を受け継いだ日本の艦艇としては神風型駆逐艦、綾波、吹雪型駆逐艦、綾波に続き三代目にあたる。綾波は昭和30度計画1700トン型警備艦1603号艦として、 三菱重工業長崎造船所で1956年11月20日に寄港され、1957年6月1日に浸水、1958年2月12日に収益し、横須賀地方隊に直轄艦として編入された。1958年3月16日、横須賀地方隊令下に新編された第8護衛隊に、浦波と共に編入。 同年8月から海上自衛隊第2回目の演習、なお、1961年の第5回及び1968年の第12回の演奏練習公開にも参加している。1958年10月25日、第8護衛隊が第1護衛隊軍令下に編成がえ、1959年4月1日、第1護衛隊軍令下に新編された第9。 護衛隊に、裏波と共に編入。九百六十二年から九百六十三年に、かけての特別修理工事の際に、装備の近代化工事が実施され、未装備であった、電波探知装置ノルアマイナス一が水に装備、捜索ソナーを、オックスマイナス十二へ、攻撃ソナーをオキー、大きいマイナス二へ乾燥。百六十五年七月には、五間半の爆雷投射機二機。 爆雷投下機場2条が撤去され、可変深度式ソナーマイナス -1 を装備。1969年3月15日、第9護衛隊が第3護衛隊軍令下に編成がえ。1970年には単魚雷落ち射機が撤去され、68、式3連装単魚雷発射艦を2機搭載する、対戦攻撃能力強化工事が実施された。百七十一年二月一日、 第9護衛隊が護衛艦隊霊下に新編された第4護衛隊軍霊下に編成がえ、1979年10月19日、富津岬の北方約 16km の木更津沖で台風20号の被迫中、東京湾を北上してきたノルウェーの貨物船バージオーデルに衝突された。減速水線上2メートルの位置に、幅2メートル、長さ1 0ルの波高を生じたが、 乗組委員に被害はなく自力で横須賀基地へ寄港した。1983年3月30日、特務艦に種別変更され、艦籍番号が ASU-7004 に変更。クレ地方隊に直轄艦として編入されて稽古がクレに転席。なお、特務艦への改装工事において4連装長魚雷、発射艦及び VDS を撤去。 1986年12月25日、除石。28年間の寒歴において、地球28周分に当たる60万回量、公開している。サブマリン707-707の救援に駆けつけた。海戦のマウスキット攻撃により大破するも、逆にこれを撃沈した。世界の感染。ありがとうございます。